さんからローの居場所を聞き出したんで、ローのねシナリオが出てるんですけど、他はどうしようかな。多分ルチはやられたから、金庫も多分やられそうなんだよな。戦闘になるだろうから、とりあえずルチのとこに、ルチじゃねえわ、ローのとこに行きましょう。僕が足を運んだクラブは薄暗く、どこか怪しげな雰囲気の店だった。ここにローが現れるって話だけど、あ、いたわ。こいつ結構なんて言うんだろう、声が低いっていうか。あなた、レストランにいた美味しそうな少年じゃない。わざわざ私に会いに来てくれたのかしら。あの時、私せっかくレストランに行ったのに、オードブルすら食べられなくてずっと欲求不満だったの。それでどんな用事かしら。あなたを捕まえに来ました。あらあら、坊やのくせにロマンティックなこと言ってくれるわね。でも私、いくら可愛い顔していても弱い子には興味ないの。私を満足させてくれるのかしらね。お店の迷惑になるわ。場所を変えましょうか。エロいな。あ、戦闘 BGM なんだけど。いやー、もし彼女がジェイルだったら兄さんを助けることができる。僕は兄さんのために戦う。うふ、生意気にかぐえなんて出して、私と戦う気？いいわ、相手してあげる。その代わり、あなたが負けたら美味しくいただいちゃうからね。わあ、マジか。おお、いっぱい出てるな。まあつけてたとしても、まあつけるのはあれだな、あれ、防御アップじゃなくて威嚇が落ちやすくなるやつ。でもあれつけてるとブレイクがしにくくなると思うんだよね。まあ一応、あ、防御力にするか。中アップだしな、これ。こっちは、あ、いっぱい空いてんじゃん。あー、でもさ、やっぱこれをつけてると威嚇、美覚か。いや、つけなくていい。まずはブレイク、まずはブレイク。ちょ待って、ブレイクできなかった。どれぐらい減るんだろう。全然減らないんだけど。威嚇が出てこない。よし、つか全敵強え。通常攻撃にさせるつもりなんだけど。タップができてないっていうのが辛いんだろうな、これ。強。このゲーム難しくないですかね。あれを食べられるなんて本当。おい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 、 R18 新鮮なのをいただき、キャンク。ちょっと待ちなさい、待ちなさいっては。え、何そういうエロ展開入った。はあはあはあ、あ、事故かなこれは。こんな路地裏でやっちゃって。よかった、逃げたのかよ。おいおい、童貞か。ローはやっぱり強い。彼女を倒すには今の僕では実力不足みたいだ。ほう、リオ、表の看板クローズにしてきて。うん、わかった。もっと頑張らないと。兄さんは、糸里さんのところに行ってみようかな。あー、ロー強かったな、本当に。糸里さん、こんにち。あれ、うわ、金木だ。リオ君、やれやれ、えらく今日は面倒な客は多いね。すみません。すみません。出直しますね。いや、大丈夫だよ。どうしたの。ちょっとジェイルのことで行き詰まってしまって。ほうほう、それならこのイトリ姉さんが力になってあげようか。もちろん情報量は。
それだったら少し力になれるかもしれない。手おい、金吉、営業妨害か。ジェイルは目元にあざがあるグールだよね。実はリオ君と一緒にレストランを襲撃した日、気になるグールに遭遇したんだ。気になるグールですか。うん。二人組の女性のグールで白黒。ああ、来た、これ出てくんのか。彼女たちは少し特殊でね。赤眼のグールだ。金木さんと同じ赤眼のグール。存在自体が珍しい赤眼が二人も。かなり腕の立つグールだ。二人とも目の下に小さなあざがあった。もしかしたら彼女たちは。金木さん、そのグールたちって今どこにいるかはわからないけど、僕が向かう先で遭遇する可能性は高い。僕は今理由があって探している男がいるんだ。探している男？ああ、うん。やつの名前は加納。加納総合病院の教授で CCG の元解剖員。僕をこの体に変えた張本人だ。ああ、加納も出てくんだよね。青霧の木も彼を追っている。目的はわからないけれど、僕は何としても青霧よりも先に加納を捕まえたい。彼が青霧に捕らえられたら良くないことが起きる気がするんだ。その赤眼のグールたちは僕が追う加納と深く関わっている。加納を追えば彼女たちもまたきっと現れるはずだ。金木さんを反グールに変えた加納、そして赤眼の二人組。僕はジェイルの可能性があるなら、そのグール、赤眼のグールに会いたいです。うん、僕もリオ君に協力してもらいたいと思ってたんだ。一緒に来てくれる？はい。はい。ああ、盛り上がってるとこ水差して悪いけど、金吉、もう一個言い忘れてたわ。何でしょう？最近、鳩殺しをやってるグールがいるらしいわ。どうもそいつはウサギのマスクを。おっと。ぽいな。あんたがくれたさっきの情報の礼よ。まあ、軽く頭に入れときな。なんか顔つきが一瞬変わったような。鳩殺しのラビットマスクか。うん、まあ、ウサギっていうと。田口看護師、彼女は加納とつながっている可能性がある。彼女はそろそろここを通るはず。僕らはそこを捕まえて彼女に加納について尋問する。何も知らなければすぐに解放する。知っていれば。一味さんたちは向こうで待機していて、万丈さんたちは路地を見張っていてください。月山さんとリオ君は僕と来てください。うい、了解です。来た、行こう。泣きだ。どうも。まあここら辺は漫画展開だな。あの白いスーツ、青霧のナキさん。キャー。カノーの居場所知ってんだろ。カハ、気絶かよ、弱っちいな。おいおい、おい、その人を話せ。彼女は僕らがさらう。ん、何お前、そのマスクに白髪。そうか、あんたがタタラが言ってた。俺の神兄貴ヤムリさんをやったクソったれ赤眼。う、ダメだ。兄貴思い出いっぱいで投げてきて戦えない。ヤモリさん、なんで俺を置いていっちまったんだよ。こいつ、金木さん、彼は類戦が弱いグールみたいで。面識があるの、リオ君？ええ、少し。とにかく今のうちに田口さんを確保した方が良さそうだ。その時かい。うわー、出た。空から突然何かが降ってきた。落下した付近はその衝撃で地割れを起こしている。舞い上がった塵でできた煙が晴れると、そこには筋骨隆々かなの男性が立っていた。シャチ、ダメだからな。そいつは俺が殴り殺すよ。定位だからな。黙れ、亡き貴様は手が遅い。シャチ、こいつが。シャチ、コクリアに囚われていた SS レードのグールだ。青霧の木のコクリア襲撃で脱走したらしいけど、今はその青霧に所属しているみたいだね。リオ、気をつけて。シツ。早い。目にも止まらぬスピードでシャチが金木さんの懐に潜り込む。ヌン。金木くん。ダメだ、あんなに強い金木さんが防戦で手いっぱいになってる。僕も助けなきゃ。とりあえず一撃だけでも。お前はこっちで俺と戦っておけ、ナキさん。
マスクをつけているためか僕とは気づかないようだ。おら、これでも召し上がれ。くっ、戦うしかないのか。マジで。あれ、戦わなくてよかった。くっ、おら、どうしたよ、そんなもんか。やっぱり強い。あ、カネキがやられた。カネキくん、カネキさん。鈍いゴーンが響いた方を見ると、シャチの前でカネキさんが膝から崩れ落ちていた。ゲア。倒れているカネキさんを尻目に、シャチは気絶していた田口看護師を肩に担ぐ。ナキ。ああ。用は済んだ。帰るぞ。ああ、お楽しみはまだなのに。たく、勝手なじじい。待って。カネキくん。くそ。そう、くそ、くそ、くそ。カネキさんは奥で休んでる。相当答えてるみてえだ。肉体的にも精神的にもな。お兄ちゃん大丈夫かな。突如現れた青霧の木の襲撃で僕らが追っていた田口さんは連れ去られてしまった。それよりも驚きを隠せないのはあのカネキさんが敗北したことだ。シャチ、あんなに強いグールがいるなんて。田口まで持っていかれちまって、不幸中の幸いと言えるのは全員が無事だったということかな。カネキの調子が戻るまで待ってみるか。はい。あれから連絡取ってないけど、カネキさん大丈夫かな。ちょっとアジトに寄ってみようかな。どうも。あの、こんばんは。うわ、空気重い。リオカ、心配して来てくれたんだろう。まあ座れって。は、はい。すごく気まずい。ふう。お兄ちゃん元気ないね。ひなちゃんちょっと。え、何ですか。今はそっとしておいてやろうぜ。あいつシャチの野郎にコテンパンにされた上、田口さんまで連れ去られてしまったんだからな。うん。バンジョンさん、ひそひそ声になってないです。ここまで聞こえてます。まあこれで例の医者の居場所を突き止める手がかりがなくなっちまったけどよ。今それを責めちゃあいつはかわいそうだから。バンジョンさん、全部聞こえてますよ。え、あ、終わり。ま、元気出せよな。そうですね。あ、お兄ちゃんやっと笑ってくれた。ところでよ、この携帯ってリオのか。え、いえ、僕のはここに。ん、じゃあ誰んだ。金木でも月山でもないって。あの、もしかしたら看護師の人のとかなんて都合良すぎか。ムッシュバンジョイ、その携帯をちょっと貸してくれたまえ。お、おう。ふむふむ、確かに彼女のものかもしれないな。病院の科ごとの番号が入っている。なるほど。それじゃあここに手がかりがあるかも。ま、マジか、なんで携帯が急にあるんだ。誰が持ってきた。履歴やアドレス帳を調べてみたけど、さすがにあの人の連絡先は見つからないか。ああ、あれ、グールレストランの関係者とかはいないのかよ。本名がわからないと調べようがないな。月山さん、どなたかご存知ですか。すまない。あいにく僕は美しいものにしか興味がないからね。なんかザーマソバさんみたいなやついなかったっけ。マダム A ですか。まあさすがに本名じゃないですね。ないですよね。それも、うん、A ってイニシャルじゃねえの。エイクラとかエイコとか。いや、さすがにそんな安易なわけはないかと。それにエイクラもエイコもイニシャルは E だし。あ、いました、阿部舞子。一応電話かけてみますね。はい、もしもし。うちの子たちのお薬ならまだ残ってるわよ。先生にもよろしく。マダムですね。だ、誰なの。いつぞやはお世話になりました。あ、あなた、あの、赤眼の坊やね。に、逃げなきゃ。でもその前にコンテナに行ってあの子たちを。はっ。コンテナがどうかしましたか。な、なんでもないの。切るわ。ビンゴだね、金木くん。この付近でコンテナのある場所はそう多くない。行ってみようぜ。ひなみも行く。いや、危険すぎる。
まだ上にはあの双子がついているかもしれないし。待ってるだけじゃ嫌。ひなみもお兄ちゃんの力になりたいの。でも安心して金木くん、こんな時こそリトルレディの目が必要になるはずさ。まあ安心したまえ。いざという時は僕が全力で守るからね。ありがとう。かわいい、かわいい。あ、ありがとう月山さん。よし、わかった、みんなで行こう。うん。感じる、この先のコンテナにいるみたい。トレビアン。ほらね、彼女をここに連れてきて正解だったろ。はい、本当ですね、月山さんの言った通りです。ち、なんであいつが偉そうにしてんだよ。ふふふ、さあショーの始まりだ。ここは僕に任せてくれたまえ。いえ、あちらには僕に行かせてもらえませんか。金木、その代わりと言ってはなんですが、多分彼女がこっちに来ると思うので。彼女？うん、とっても強いからみんなで抑えてほしいんだ。おう、任せとけ。大丈夫、僕は華麗にお相手しておくよ。ありがとう。うん、ありがとう。それじゃ。おい金木、一人に任せて大丈夫だと思うか。うん、問題ないだろう。ほら、それにご招待客がいらしたよ。おお、マジか。招待はされてない。ひなみ、俺の後ろに隠れてろ。うん、分かった。ムッシュ・バンジョイはそのままリトルレディを守っておいてくれ。そしてレディ、僕と一緒にダンスを踊ってくれますか。そんなことはしない。切る。エロいな、脇が非常にエロい。右、さすがに早いね。ではこれでどうかな。負けない。2人ともすごい速さだ。お、これは小太郎ちゃん、翔太ちゃん。さてマダム、いろいろ聞かせていただきたいことがあるんですが。な、うわー、出たよ。耳に生きたムカデを入れるとどんな音が聞こえるか知ってますか。正直に答えていただければこちらも手間が省けますが。ひー、マダム A は情報入ったんですか。ああ、ポロッと、すぐ。手荒な真似をせずに済んでよかったよ。僕としてもレストランの友人として心が痛むからね。どうだか。話によると、カノンは郊外に秘密の研究施設を持っていて、おそらく今そこにいるようだ。金木君の準備が整えば、そこへ向かうことになっている。準備？シャチのことがあったからな。今、金木の野郎、特訓中みてえだ。まあこの先どんな邪魔が入るかわからないからね。マダム A が嘘をついてなければいいけど。大丈夫、相当追い詰めたし嘘をついてる顔じゃなかった。お、金木、もういいのか。いや、ちょっと休憩。相当動いたのか金木さんは全身に汗をかいていた。一体どういう訓練をしていて、いているんだろう。少し興味あるな。月山さん、ちょっと稽古に付き合ってくれませんか。僕かい。ええ、ウィふん、オーケー、有効じゃないか。皆さんもそれぞれ腕を磨いておいてください。危険な潜入になりそうです。そう言って金木さんたちは奥へ消えていった。月山さん、信頼されているんですね。どうだろうな、まあ強えのには違いねえけど。リオ、訓練付き合ってくれねえか。ええ、いいですよ。戦闘かな。その後バンジョーさんは僕のパンチが顎に入って気絶した。また気絶したのか。バンジョーいいキャラしてんな。ということでこのパートはここで終わりにしましょうかね。次回はラボへの潜入です。まあ可能に、追いかけていくんでしょうけど、まあ漫画で言うとあのシーンですね。ということでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。